シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォーン SH-06D ドコモネクストシリーズアクオスフォーン SH-06D はシャープによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末であるドコモネクストシリーズの一つここでは映画エヴァンゲリオン新劇場版 Q とのコラボレーションモデルである SH-06D ナーブについても記述する SH-0HD の兄弟機種。スペック面では SH-0HD と同等で 3D 液晶を搭載している。CPU のクロック数が若干アップしており、内蔵カメラは逆に1210万画素から800万画素にダウンしている。携帯電話向けマルチメディア放送であるモバキャスに対応し、モバキャスの 3D 番組にも対応する。 シー置くだけ充電には対応していない。2012年4月1日にサービス開始した、モバキャスを利用した初の商用サービス、の t t e にサービス開始時点で対応した、唯一のスマートフォンとなった。2012年9月25日より Android 4.0へのアップデートが開始された。ただし、Android 4.0以降のシャープ製 Android。 搭載スマートフォンの独自 UI であるフィール UX には対応しない SH-06D ナーブは10月23日よりアップデートが開始されたアップデートに伴う変更点機能の追加は以下通り映画エヴァンゲリオン新劇場版 Q とのコラボレーションモデルでエヴァンゲリオン新劇場版とのコラボレーションは2009年発売の sh-06a ナーブに次いで第2弾となる。限定販売台数は3万台で、うち3000台はドコモオンラインショップにて2012年6月29日から7月1日の3日間限定で各日1000台ずつ販売された。通称エヴァスマホ。ネクストではあるがアクオスフォーンシリーズには含まれない。ナーブの換給品というコンセプトだった。 前回の SH-06A ナー v に対し、今回のコンセプトは、ナーブ幹部に支給される端末の流出品となっている。本製品の主な特徴は、以下の通りである。全面パネルとハードキーのデザインが、通常のものと異なる。デスクトップホルダーも専用デザインになっている。外箱及び説明書も、通常のものとはデザインが異なる。タイプ、ナーブと、 ミラー処理が施してあるタイプ、マギの2種類の専用カバーが同梱されている。スーパーコンピュータマギのインターフェースをイメージしたデザインのホーム画面とウィジェットが搭載されている。共にステレオ 3D に対応している。Google の検索ウィンドウまでもがマギ仕様の色調に変更されている。他にも UI 用の着せ替えテーマ、壁紙、150種類以上のデコメなど。 ナーブモデル特有のコンテンツが搭載される。2012年4月2日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。SH-06D ナーブは発売前であり対象外。2012年5月24日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。SH-06D ナーブは発売前であり対象外。 2012年8月2日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた2013年2月25日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた2013年9月24日に SH-06D のみ以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた2013年9月30日に sh-06d ナーブのみ以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。ありがとうございます。